意外とあれですね、そこの遠近感つかめないですね。そうですね、ちょっとここの地形が低いですね。うん、海藻あんまダメにしたくないしな。うわ穴が。はい、皆さんどうもゆるふわ日常チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。すでに冒頭始まってしまっていると思うんですけれども、ちょこちょこに後付け実況の方だけ入れさせていただいて、まあ、それ以外はですね、カット以外の編集っていうのはあまりちょっと今回はせずに、それがガサガサしている様子っていうのをご覧いただこうかなと思います。今回ですね、磯の採集をしている人たちにこちらの方の磯に連れてきていただくっていうことができましたので、今回はそちらの磯でガサガサをしていきたいと思います。非常にですね、初めての場所なので楽しみなんですけれども、まあ、早速海藻の方ガサガサしたらイソスジエビがゲットしました。こちらの方なんですけれども、かなり数いますね。もう岩の下とか海藻とかガサってやると、まあ、ほぼほぼ入りますそのくらいね、こっちに紹介するお魚でアナハゼっていうのがいるんですけれども、その穴ハゼとこちらのイソスジエビのエンカウント率は、ね、非常に高くて、もう取れば取るだけ入るっていう、そんな感じになってますね。それではぜひお楽しみください。で、ね、今みたいに岩の下とかなんですけれども、そういったところをねガサガサってすると、ちょっとごめんなさい、ね、小さくて難しいかと思うんですけど、イソスジエビがこんな感じでね、今日みたいに激しくガサガサしてね、ちょこっと入れるだけでもこんなにたくさん取れちゃうんですけど、そのくらいですね、生き物が豊富でした。見ていただいてる感じに、まあ、分かるかなと思うんですけどこんな感じめっちゃいっぱい取れますねうわーとかって多分言ってます非常にね、場所によってはもう本当に一すくいで2、30匹くらい取れちゃうくらいの場所になってるので、まあ、こんだけね、海藻がいろんな海藻がびっしりとはびこってますし、磯の中に関してはですね、海水が入ってきているところ以外はこういう感じで波がない、非常に穏やかなね場所になってます。それでいて透明感もこれだけ綺麗な水になってるので、やっぱりすごくね、環境として良くて生き物が豊富なんじゃないかなと思います。岩場の方がですね、かなり尖ってるところだったりとか、まあ、あとはね、ゴロゴロっとした岩があって、まあ、乗ったら崩れたりとか、こうずれたりするっていうような、そういう場所も多くありましたので、まあ、皆さんもね、これからいろんなところ、磯採集とか行かれる方なんか、まあ、あとは遊びに行かれる方なんかはね、まあ、しっかりと、例えばマリンシューズだったりとか、まあ、スパイク付きの長靴だったり、まあ、そういったものをね、使うことをお勧めします。長靴とかはほとんど、長靴じゃない、失礼しました、サンダルとかはね、あまり良くないかなって思います。また今回もね、たくさんで、今回取れたこちらがアナハゼの仲間ですね。このアナハゼもですね、非常にエンカウント率が高くてですね、まあ、今回もほぼまあ大体9割くらいガサガサってきた時に取れたので、まあ本当にイソスジエビと同じくらい取れてるものですね。ですね、こちらの方の磯の中の方でですね、外の方は結構風も強くて、海に面している面は波も高かったりとか荒くて、そこも見えないくらいなので、まあ、そちらの方には行かずですね、磯の中だけでガサガサしていきたいと思います。ではね、引き続き、こちらのね、最終動画ご覧いただければと思います。お魚さんの紹介の方は最後の方ですね、やっていきたいと思います。今回ですね、そちらの、小さい入り園店になっているところに追い詰めながら取った結果、ものすごくね、魚の幼魚ですね、それがいっぱい取れました。おそらくボラ系とかイワシ系とか、そういったものの、ね、幼魚ですね。ちょっと観察の方はしなかったんですけれども、またイソスジエビがいっぱい取れたな。ガサりたいんだけど、ちょっと足場が微妙ですね。
背中で柔らけの頑張っていく。よいしょ。山みたいになってたところを越えてきて、まあ、ちょっとしたね、そのここはいいんじゃないかなみたいな場所が見つけたので、そちらの方に来ました。でですね、大きい魚が逃げ込んだとかがあったので、そこをガサッとやったら、なんとですね、鷹の葉が取れたんですね。で、結構非常にですね、今人が住む近くにいるので、まあ静かに煮込んでやってるんですけれども、こういう感じでテンションはめちゃくちゃ上がってて、若干ね、ずっこけるという、実際すごくテンション上がってて、鷹の葉取れたくらい嬉しそうな顔してね、寄ってってるかと思います。結構ね、大きいそばだったんで、いろんな大きい魚、赤っぽいのとかも含めていたんですけれども、今回1匹だけ取れた感じなんですね。まあ、これからですね、ちょっと取れたのを見せて報告に行きます。鷹の葉っぱいのが取れましたよ。ちょっと大きいのが群れてたんで、はい、ダメ元でガサってみたら、鷹の葉が1匹だけ、多分鷹の葉だと思います。ちゃんと観察してないですけど。あー、本当だ本当だ、ちょっと赤い感じの、これ多分そうじゃないかな。あ、これ鷹の葉だいですね。そうですよね、こんな感じでね、嬉しくてちょっとね、一緒に行った人に報告しに行ってました。ちょっと細い岩場とかそういったところとか見つけたので、まあ、そういう場所とかがたくさんあるんですけど、まあ、いいなと思った場所はこうやってガサッていくとこうって感じですね。もう先ほど紹介したイソスジエビだったりとか、まあ、あとはアナハゼですね。もうそういったのがすごいたくさん取れます。で、結構大幅にいろいろカットしてるんですけれども、そのカットしてる間にも今みたいなね、こういう岩場とかはガサッていってるんですけれども、まあ、そういうところで取れるのは、まあ、大体がもう本当に先ほどのイソスジエビとアナハゼですね。今回も何かいないかなとか、魚泳いでないかなって観察した後に、あ、ここの海藻を渡ってみるかってやっとこんな感じですね。もう音がね、普通にピッ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 っていうピッピッピッって音が聞こえるくらいの元気さです。はい、続けてですね、今までもそうだったんですけど、もう二刀流で両手に構えてですね、挟み込むような感じで、こういう感じでずっとやりたかったので、今回それができて嬉しいですね。で、まあ、今回も取れたのが、まあ、アナハゼだったんで、逃がしちゃうんですけれども、まあ、こんな感じでね、磯採集の方をしてきました。で、今回はですね、ここからちょっと最後にお魚の紹介をして動画の方終わりたいと思います。それではお魚の紹介に行きます。まず最初にですね、もう説明不要なくらいの定番のイソスジエビですね。もうポピュラーなエビなので、皆さんの方で探してみるのはいかがでしょうか。はい、続けてですね、ちょっとこう写真がぼやけてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、おそらく代表的なハゼのね、幼魚だと思います。アゴハゼやドロメとかクモハゼとかイソハゼ、そういったもののおそらく幼魚だと思いますね。たくさん取れました。で、こちらの魚なんですけれども、調べたんですけれども、ちょっと特定ができなかったんですね。まあ、ハタンポ系とかコトシキ系とかの頭はしてるんですけど、なんかそれとも違うので、ちょっと特定できずにね、本当申し訳ございません。わかる方いたらぜひ教えてください。で、続けてこちらですね、おそらく定番の魚のボラで間違いないんじゃないかなと思いますね。もう本当に今の春先とかに関しては、結構簡単に磯とか漁港で見て取れます。でね、こちらの方はもうここから先は定番のヘビギンポだったりとか、アナハゼの一種だったりとか、まあ、そういった形の、ね、写真を何枚か見ていただこうかなと思います。本当にね、撮れる場所とかによっていろいろ色とか柄とかがちょっと変わっていたりとかしますし、大きさもすごいバラバラですね。もう本当にこんな感じでね、これはアナハゼですね。結構大きい子が撮れて、こんな感じで上から見るとね、赤みがかってるし、すごくかっこいいかなって感じですね。で、これも同じアナハゼなんですけれども、色がさっきのこと違って赤ではなくって緑色っぽい感じのところですね。まあ、岩場にいるのか、それとも、元かに隠れてるのかとかによって、まあ、おそらく擬態みたいな形でね、ちょっと違うんじゃないかなと。続いてですね、こちらの子なんですけれども、ちょっとこちらの子は特定ができなかったんですね。申し訳ないです。まあ、おそらくまあ形とかヒレの感じからすると、まあ、ギンポ系の一種なんじゃないかなと思っております。
可愛いですね。でこちらの子はですね、カサゴにすごいよく似ているんですけれども、鎧メバルになるんじゃないかなと思いますね。非常にかっこいい姿で胸びれでこうね立つような感じになるので、すごい僕はかっこよくて好きでしたね。ちょっとねここ正面からすごく可愛かったんですけれども、ぼやけてしまって申し訳ないです。はい、最後のお魚の紹介になります。タカノハダイですね。もうこの子に関してはまあちょっと定番の幼魚なんですけれども、やはり磯で獲れる魚の中では非常にね鮮やかな方に入るんじゃないかなと思いますね。僕はもう綺麗だなと思いました。でですね、こちらの方で、本日の磯採取動画は終わりにしたいと思います。長い間ご視聴の方ありがとうございました。またね、どんどん動画の方も上げていきますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。それじゃあまたよろしくお願いします。じゃあね。